か。お願いします。こういうのでちょっと捕まえたりするんだろうね。こうお腹のとここうやってやってこれでさすまたでね。昔の人は胴が細かったんですかねこれ。でこう持てないよね、トゲトゲしてるから。すごいですね。はい、これグリモンって言いましてね、このグリモン自体が魔除けの意味を持ってるんですが、実はこの模様が右から2番目の柱1本だけ逆さまなんですね、うん、これですよね、はい、杉太郎は及ばざるがごとしっていうのが論語にある言葉で一般に知られていた、うん、家康子はひっくり返してね、及ばざるは杉太郎より勝れると、うん、確かにずっとねその最後のね完成をずっと目指しながらこうやってきますもんね、はい、着替えを持って。なぜここに象がいるかなんですよ。想像つきます？なんでだろう。前においでなんて倉庫、蔵です。蔵、読み方変えて象。正解です。正式な名前は五宝像って言うんですね、はい、五宝像だから、じゃあ象つけよう。このシャレ分かんねえだろうなぐらいに思ってたかもしれません。もう江戸時代の職人とはね、シャレっ気ありますから、作ってる方も楽しんでます。なるほど。ちょっと手がした。素敵な一年にしてください皆さん。ときめく時を TBS。